ミャークピンザフェスって薄見えちゃう、はい、ヤギのお祭り。ピンザっていうのはヤギのことですね、方言で。今日じゃん、11時から行っちゃう。泣いてみて、ヤギみたいに。ねめっちゃねえ、おーり、ヤギちゃんがいる。みゃーちべんそーれしもじけちちゆきです。ということでね、今日も Vlog やっていこうと思うんですが、今日はですね、宮古島にあるイベントの方にですね、遊びに行こうと思っております。でそのイベントの名前が、まあ、ピンザフェスということで、ね、ピンザというのは宮古島の方言でヤギということですね。なんでヤギのフェスティバル、まあ、ヤギのお祭りということで、僕初めて参加するんですけど、まあ、どんなもんかなと、まあ、ヤギのね鳴き声大会とかね、あとはヤギのなんか角でねガンってやる、アトラクションっていうのかな、この見せ物としてね、うん、があったりとかするらしいですね、プログラムを見る限りでは。なんでね、スミレちゃんと一緒に楽しんでいきたいと思いますね。え宮古島のパイナガマ海空公園というところですね。会場はね、駐車場パンパンだぜ、ね、肩外さないでよスミレちゃん、大丈夫。よくさ、ヤギ好きなの？ね、ヤギの鳴き声やってみて。無理無理。オッケー、行こうぜ。ヤギちゃん、こんにちは。立派な角だね。ヤギちゃん。かわいい、ヤギちゃん。あ、もう聞け。よろしくお願いします。皆様こんにちは、おはようございます。おはようございます。私第49代ミス宮古島ティラノ根間春香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はヤギのヤギ語で、いつも朝 FM 宮古でやっている時報、午前7時30分を回りましたを言いたいと思います。聞いてください。ねえねえねえ、ありがとうございました。ヤギコンテストというのがありまして、ヤギかわ、どのヤギが可愛いか競うみたいです。どのヤギが可愛いですかね。今日どう、意気込みはいい感じ、仕上がってる、頑張ってね。おお、クロスケ可愛いね、仕上がってるじゃん今日。やばいね、決まってるね。頑張ってよ本番。イケメンヤギコンテストね。頑張ってね。メルちゃんかっこいいね。ハットトリック決めるべき。今日頑張ってよ。上調子は整ってる。ボスだな。めっちゃヤギ。これでイケメンヤギに投票します。え、美人ヤギも、アパラギーヤギね。じゃあ選んでね、みんなで。オッケー、チェリーさん。おお、今日仕上がってるじゃん。かわいいねこのヤギ。このヤギに投票しようかな。おいしい草ね、草おいしい。美味しいですか？食べたことありますか？ヤギを。素晴らしい、可愛いですね。ふめちゃん、ヤギ投票した？うん、したよ。あれ何番でしたの？え、一番。マジ？イケメンも一番で、うん、可愛いのは、うん、何番だったの？二番。可愛いのいてえね、茶色いのとか。来てくれたね、ありがとうね。ヤギクイズ。
あぎくじやっていく。やぎくじやる。はい。マジ。はい、じゃあお返し500円ね。じゃあお願いします。で回してください。はい。あ、出てきた。来た。落ちた。そしてヤギくじ。最初さくらちゃんはこのバッグかキーホルダーかネックレス。おー、いいじゃん。どれか一つ。どうぞ。よし、じゃあこれでお願いします。これで、あ、オッケー。ありがとうございます。ヤギカレーパンにチャレンジしてみたいと思います。ヤギカレーパンお願いします。輪投げの時間です。おはよう。さすがお姉ちゃん。もうちょっと下がってみよう。はい、こんにちは。難易度上げて正解だったね。はい、ありがとう。はい、じゃあ僕保護猫に募金したいと思います。はい、猫ちゃん可愛いからね。猫ちゃん募金お願いします。保護猫団体やってます。ミャー猫ってこっちはミャーク TNR 部で、可愛い。こっちはあのテル猫屋さんって言って1レース目の、ちゃんじゃあいらない、ヤギ7番スタートいたしました。早い、めっちゃ走ってる、歩いてるさんはほぼ。あ、来た来た来た。ダメダメ、普通に走れ、ヤギ、ヤギ早く。あ、早かった。オッケー。ヤギレース、スタート。ヤギ、ヤギ、早すぎる、早すぎるよ。オッケー、終わり終わり。で、ただいまということで帰ってきましたね。ミャークピンザフェスね、めっちゃ楽しかったです。ヤギも可愛かったですね。ということでね、向こうで言ってたね、ヤギキーマカレーパンっていうのを買ってみたんですよね。でヤギ汁とかもね売ってたんですけど、でまあヤギ汁ね、沖縄のお祝いとかでもねよく出されるまあめでたい料理ではあるんですよ。ほんで僕はねヤギ汁はね食ったことあるので、今回はねちょっと売ってた珍しいヤギキーマカレーパンを食ってみました。ちょっと食べてみたいと思います。じゃあ食べていってみたいと思います。ヤギカレーパンってどうなの？お肉がヤギなのかな？お、こうなんか何に、お、おしゃんだね。うん、確かに何みたいな。何みたいなのにラップで巻かれてありますね。なんかヤギミルクを使ってこれ使ったの？作ったのかな？中身がさ、ヤギのお肉とか。うん、別に普通になんかカレーパンの匂いしますね。いただきたいと思います。うん、美味しい。普通のなんかカレーパンですね。うん、うん、美味しいよ。なんかヤギ汁とかね、めっちゃ獣感あるんですけど、匂いとかもで苦手な方も多いんですけど、これいい感じっすね。美味しいです。ヤギ行ってきました。ヤギでやったのはまずね、こちらのね募金、猫ちゃんの募金やりました。そしてこちらね、なんかねヤギくじみたいなのやってて、こちらのね当たって、こちらのねなんかマイバッグみたいなのが来て、でそのついでにこれやってくれたのねって言って、これをもらいました。また行きたいと思います。で、こちらヤギアクティブしています。あれですよね、やっぱこのままでも開封、よし、開封していきます。おお、ちっちゃい。
こういう感じになります。どうだろう、ちっちゃくて可愛いです。それ専用っぽいです。いい、やったー、これでよかったー。ありがとうございます。で、輪投げをやって、こちらのね、アンパンマンに出てくるなんか知らないキャラなんですけど、こちらもらいました。すみれちゃんさ、ヤギ食べたことないよね、まだ。ないよ、うん、今度チャレンジしてみる。やだ、ちょっと匂い苦手そうだった。無理そうだった。ということでね、こんな感じで今日はやっていきました。僕らのね、この下地家のチャンネルではこんな感じで、ね、家族の Vlog から宮古島に住むね、日常をお届けしております。で、まあ、宮古島の観光地なので、観光スポットやディープなスポットもね巡ってますので、よかったなと思ったらね、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ということで終わっていきたいと思います。お相手は下地家父ゆうきと下地家娘すみれでした。ではバイバーイ、また見てね。